社会技能、社会技能、または、ソーシャルスキル、とは、社会の中で普通に他人と交わり、共に生活していくために必要な能力、心理社会的な能力、ライフスキルといった言い方もする。イギリスでは、小中学校で、プッシュ、人格的、社会的健康教育、パーソナル、ソーシャルヘルスエデュケーションという名前の教科を、設定してにこうした能力の育成を図っている。 風では、社会技能を日常生活の中で出会う、様々な問題や課題に、自分で、創造的でしかも、効果のある対処ができる能力と定義している。それには次のような能力が含まれる。社会技能を発揮する結果として、以下のような能力を持つと判断される。特に、2は、心の理論と呼ばれる能力の一部であり、高度な霊長類、人や、 チンパンジーなどが先天的に有している能力であるとされている。これが全くできない、もしくは過度に苦手、相手の表情から感情を読み取れない、事故を他者と思い込むといった認知上の根本的な不具合を意味するであれば、アスペルガー症候群や後半生、発達障害といった脳機能障害を有している可能性がある。ただし、人の気持ちを察するのが苦手や常に、 自己中心的な発言を繰り返すといった程度であれば、それは、社会的技能が未発達なだけである。また、3、に関しては、シャイネス、心理学用語としての、恥ずかしがることが、社会的技能の実行を妨げることが知られている。つまり、社会的技能が備わっているものでも、何らかの原因でシャイネスを保有する場合、十分に能力を発揮できないということを意味する。 特定の状況のみで発生するシャイネスを状態シャイネスと呼び、継続的なシャイネスを特性シャイネスと呼ぶ。前者の極端な形が対人恐怖症といった恐怖症であると考えられている。つまり、社会的技能の観点からは、恐怖症とは特定の状況において、社会的技能が十分に発揮できない心理状態を意味する。後者は一般的な恥ずかしがり屋を指す。 心理学上で社会的技能について言及される際には、性格、自然習得するものというよりも、技術、学習によって身につくものとして捉えられている点に注意を要する。社会的技能に関する知識を技術論として捉えなければ、ソーシャルスキルトレーニングといった形で応用することが、原理的に不可能になってしまうためである。 特に社会心理学では、社会技能を正確として捉えることが、効力予期を減少させる、イコール努力しても、無駄と思わせてしまうため、禁忌とされている。また、社会的技能は、公説の際こそが焦点となっているのであり、精神活動、脳機能に障害がある場合を除いて、社会技能を持たない人間というのは、原理的に存在し得ない。例えば、 短期で暴力で問題を解決する傾向があるという状態はコミュニケーション能力がないとも表現されるが一方で心理学の観点からは問題解決過程が低レベルと表現されることあっても社会的技能がないとは表現されないアルコール依存症に陥った人々はソーシャルスキルが大幅に損なわれておりこれはアルコールの脳神経的毒性、特に前頭 前のによるものである。アルコール乱用により、顔の表情を知覚する、機能、陰律近く、心の理論、ユーモアを理解する機能などのソーシャルスキルが損なわれる。また、胎児性、アルコール症候群に苦しむ人々もソーシャルスキルが損なわれており、これは、生涯続く障害であり、時間の経過によって悪化し得る。ADHD、注意欠陥。 多動性障害とは、持続的な注意困難や多動、衝動性などを特徴とする疾患で、発達障害の一つです。児童期、特に小学校入学などにより初めて表面化することが多く、障害そのものは、思春期頃にかなり人生化するとされています。しかし、多動といった目立った症状が落ち着いたとしても、二次障害として生じる学習障害や、 否定的自己増、自尊心の低下による不適応などが問題となるケースは少なくありません。ADHD 発症の原因は未だ明らかにはされていません。ただ、様々な研究報告から発症には遺伝的要因、出産時に生じた障害などによる脳の形態学的な異常、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れなどの機能異常、 環境的要因などが複雑に絡み合っていると考えられています。アスペルガー症候群などの自閉症スペクトラム者は原則としてソーシャルスキルが損なわれている。これは主に他人の感情を理解することを可能とする心の理論の欠如によるものである。ASD の人々は偏った興味と繰り返し傾向、アイコンタクトの欠如、一方的な会話、 特殊なボディランゲージと非言語コミュニケーションといった特徴を持っている。たっと、社会的交流の少ない人々はソーシャルスキルが損なわれる傾向がある。特に欲打つなどを抱える人はこのことによって負のスパイラルが加速する。欲打つによって社会的交流を避けるようになるとさらにソーシャルスキルが損なわれる。負の鬱病臨床ガイドラインにおいては 社会的ネットワークを活性化し、以前に興味を持っていた事項については、億劫であっても、それを放棄せず可能な限り継続すべきと勧告されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。